神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。またあなたと共に。皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみを私たちに。キリスト、慈しみよ。キリスト、慈しみを私たちに。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみを私たちに。天には神に栄光。地には御心にかなう人に平和。神なる主、天の王、全能の父なる神は、私たちは主を褒め、主を称え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝を捧げます。主なる御一人を、イエズスキリストよ、神なる主、神の子羊、父の御子よ、世の罪を取り除く主よ、慈しみを私たちに、世の罪を取り除く主よ、私たちの願いを聞き入れてください。父の右に座しておられる主よ、慈しみを私たちに、ただ一人聖なる方、すべてを超える唯一の主、イエズスキリストよ、聖霊とともに父なる神の栄光のうちに、アーメン。祈りますよ。救いの源である神よ、誠の過ぎ越しの子羊であるイエスは、すべての羊に命を与えるために、自ら苦しみを受けられました。主の過ぎ越しを共に祝う私たちよ、キリストの愛と命で満たしてください。主キリストは生きて治めておられます。ゆいよ、とこしえ。アーメン。第一の録、人たちの宣教。その日、パウロとバルナバは、バルケから進んで、ピシリア州のアンティオキアに到着した。そして、安息日に会合に入って席に着いた。集会が終わってからも、
神に感謝。Thank you.
主に栄光を。私の羊は私の声を聞き分ける。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを捨てより、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大である。誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。主の御言葉。キリストに賛美。毎年この復活節デイの数日は、この世界証明祈願の日です。この世界中の証明と言われても、私たちの考えはいつも司祭職修道者ブラダーシスターの証明かと言われています。今回のフランシスコ教皇様の手紙は、この証明は広くといえば全ての証明召し出しがあります。カトリック教会では豊かな証明、この司祭職修道者だけではなくて、ほとんどの皆さんの生活も、結婚生活とか、またこの結婚していない人も、その信者としてその証明も受けています。この証明、いろいろ自分で決めることまでは、私たちは若い頃から時々迷っています。でもカトリック教会はどこの道でも自由意志によって私たちは歩んでいきます。失敗としてももう一回直してあげて、その新しい生活もこのカトリック教会も認められています。私の賛美教会は同じどこでも修道会司祭の宣教師たちはほとんど年とともに、そのなかなか新しい召し出し若者が会えることはとても少ない。でもこの日本では今度の8月一人のメキシコの賛美教会の司祭、去年司祭になって1年間英語の勉強、アメリカのミルウォークに今おられています。韓国様によると、今度の8月は日本に来られるそうです。ちょっと少し紹介して、この33、34歳のイルフィン神父様が今度日本に来られるから、もちろん大阪で最初日本の勉強2年間、この語る言葉、スペイン語、字幕は英語、皆さんちょっと分かりにくいかもしれない。でもこの映像動画だけ見ると、将来はこの人は日本に来る。だから皆さんのお祈りも、この新しい宣教師サベロケニングのためによく頑張って日本に来て、将来このサベロケは私たちのこの人も関わっている、今度の神父様も68歳のモラレス神父様も、もちろん私大阪にいるうちに若い人来られたら、いろんなことを私している限り教えています。特にこの向こうのその3年間の体験はこの方にしたいよと思っています。結局次の映像を少し見てみましょう。
Me parece que tenía 22 años cuando entré a los carrilleros. Pero lo que va a descubrir uno, sobre todo dentro de los carrilleros, es lo que me gusta, ¿no? Porque era siempre ha sido algo diferente a otras comunicaciones que he conocido. Es un espíritu de familia muy vivo. Mi primer encuentro con los carrilleros fue en Aranes, Jalisco. Ahí conocí al padre Hilo Pizarro, un hombre santo. Entonces le expresé mi deseo de que me llamaba la atención ser sacerdote. Yo obviamente estaba muy chavo, no sabía qué significaba la vida consagrada, la vida religiosa o sacerdocio inclusive. Pero él me invitó, ven, conoce los carrilleros, es una experiencia en que se me agradas y verás qué te parece. Y yo pensé, ok, eso era interesante. Hice los seminarios, solamente me encantó. Fue una experiencia muy padre, pero había algo diferente. Los padres comían con nosotros, comían lo mismo que nosotros y convivían con nosotros, con los estudiantes. Y eso me gustó porque no había como de acá están los padres, acá están los estudiantes, acá están los comunes de misión, todos juntos, todos iguales y todos trabajando aquí. Y ahí dije, esta no es una congregación normal, es una familia. Entonces cuando llego y me reciben, どうして参加してくれたのは、一つはファミリー、この修道会、選挙士のサビロケは、家族のパプチョが持ってメキシコで若い頃から20歳の時入って、今まで実際になってもそれも感じています。アメリカにいても、先の場面で私はよく見る気は、まだシンガポールの時代英語の勉強まさにこのところで私も過ごしました。だからあの次の人この私のあと10年以上アメリカのフランク勉強を機にもこの人も体験してただ1年だけけれども語られた言葉また話を同じように私もその年齢の時 30歳、30代の時、実際になる前に、あそこで過ごしました。だからこの照明目指し教会では少ないけれども、若い人々は関心が持って、ユーサマが呼びかけます。この呼びかけという言葉は、さっき私、福音書に基づいて、 様の言葉はまさに言われた通り、私の羊は私の声を聞き分ける。私たちはある程度羊、このイエス様の声を聞こえるように、どこの方向に行くのは一人一人注目しながら、このイエス様の声を聞いて、その聞くという言葉はなかなか 日本でも難しい。でも次のように説明します。聞くという普通の耳を二つ、みんな二つの耳を持ちますね。並べると、ハート、これ耳、ハートのように、その形になります。 ちょっと分かれたら中で「イール」だからのちょうど真ん中に位置しています。「ハート」は中で「耳がある」という言葉ですね。そして「耳」は「
通じる道なのです。耳と心、ちょっと遠くないけれども、時々通じてないです。年とともに耳が遠くて、誤解されている、誤解することたくさんある。もしあなたが誰かの心が欲しいなら、その人の話を聞くことを学びなさい。だから聞くということはとても大事。ミサの前にいろんな声、ロサリオの祈りの中にも、また皆さんの一人一人の声、誰の声わからないけれども、まだ私の耳が聞こえるんです。あそこの声聞こえる、後ろも聞こえる。良い言葉が、悪い言葉が、私日本人じゃないけれども、わかる。この言葉は、ちょっと褒める言葉ではない。この言葉は、争いの言葉。だから耳は心に入るということは、この人間の特徴です。だからこれ、とても大事ですね。私たち人間として自分の存在が周りの人々に認められているように私たちは毎日頑張っています。もしされたら多分落ち込んで後でがっかりして節分になります。だからこういう耳と心、さっきの2つの耳合わせたら心になる。最後に もしあなたが神の心が欲しいなら、あなたの心の中の神の霊に耳を傾けることを学びなさい。私たちの心の中で耳がある、見えないけれども心のいびき、これは私たちの良心と言われています。子供の頃から良いこと、悪いことを教えてもらって、大人になってから自由心になります。信者としても私たちは罪人だからこそ、毎週集まっているこの罪を告白する神様の恵み、毎週毎週共同体として、こういう神様の言葉を沈黙しながら、周りの人々の言葉も励まし言葉か、争い言葉か、すべて祭壇の上に私たちの捧げ物になります。正面に示し、パダの一回だけ洗礼、受戒、死者になることではなくて、ずっと一生かかっている。失敗としても、イエス様が私たちの心の中に、そばにおられる、イマニュエル、いつもお待ちしております。皆さん、何回も私の証明し出し、映像、言葉として繰り返して、この3年の間でもう一度繰り返して、感謝しながら、私たちの一人一人の証明し出し、また私、司祭として、11年かかって、今も司祭として、もうしばらく15年ですね。それ、いろんな人、またさっきの言葉、ファミリー。このファミリーは、自分の家族から育てられて、その完璧な愛ではなくて、いろいろ、その親の良いこともあるし、反面教師もあるし、すべては神様の道、私を選んで、私の自分自由心によって、この道を選んで歩んでこられます。こちらに3年けれども、ちょっと延長して、皆さんと共に、この私の家族、第二の日本のふるさと、とても私にとって、この人生の、なんか、40代の時、こちらに過ごして皆さんの愛いただいて、一人一人の皆さんは私の心の中で両方とも耳
心の耳も含めて皆さんのこの祈りすべて宝物になります。もう一度私の家族からまた今の日本の家族、私の主を召し出しこの世界照明祈願の日にあたり、すべての主を召し出し私たち一人一人互いに励まし合いできますように、特にこの教会はいつも私玄関で平和が書いてある。私いなくても皆さんの一人一人人間関係はとても難しい、だからその合う合わないどこでもあります。だから私の祈りはこの教会はいつも平和がありますように、この霊の結ぶ身がありますように、次のように祈りながら私の主を召し出し証しとして皆さんに一緒に見ましょう。
常に感謝の心を持って神から与えられたそれぞれの使命に応えていくことができますように。私たちは神の民、その牧場の羊。ウクライナとロシアの紛争のただ中にいる人々を苦しみから解放してください。すべての人が平和への願いを新たにし、あらゆる対立を乗り越えることができますように。私たちは神の民、その牧場の羊。聖なる父よ、本国リストの死と復活を通して与えられた命の恵みに感謝して祈ります。共にいてくださるあなたの慈しみをすべての人に告げ知らせることができますように。主クリストは生きて治めておられます、悠々とご支援。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブルーシーはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さんともに捧げるこの生贄を全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。憐れみ深い神よ、キリストは良い羊飼いとして私たちを守り、憩いの御すべにと青草の野原に導いてくださいます。主の食卓に招かれた私たちにこの恵みを深く味わわせてください。主キリストは生きて治めておられます、悠々とご支援。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心を込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、いつでもまたこの日あなたをたたえ祝うことは誠に尊い大切な務めです。御子キリストは私たちの罪を身によって十字架につけられ、その死によって私たちの死は滅ぼされ、その復活のうちに全ての命が復活します。キリストを信じる者は光の子として生まれ、天の国の門が開かれて永遠の命に預かる者となります。天と地は主の復活の喜びに満たされ、あなたを称える全ての天使聖人とともに私たちも感謝の賛歌を歌います。
誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊を注ぎこの供え物としてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで順番に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られるまで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、教皇フランシスコ、私たちの司教、トマサクイナス・マイダ・マンヨット、フサ司教、パオロ・サケット・シゲル、すべての奉仕者とともに、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与え、主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧みに、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、よいよと教え。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。また、あなたと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。
Y nos unió por nosotros camino con Jesús, camino con Jesús y nuestro contacto ni. Mane cari pahito va, saiwa. Shio, atashi wa anata wa mukai suru ni fusawashi mono de wa demasen. O kotoba wa itadaku dake de sukuwaremasu. Thank you.
の与え主である神よ、新しい一週間を始める私たちを強めてください。私たちの日々の生活がキリストの呼びかけに応えるものとなりますように。主キリストは生きて治めておられます。良いお年を。アーメン。来週まだ土曜日のミサ同じ時間ロサリオ始まり3時15分からミサ4時土曜日よろしくお願いします。皆さんにとりとりこのミサに来ていただいて共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭終わります。行きますよ。主の庭のうちに神に感謝。以上です。